こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です、えー。緊急警告ということでね、a z o n からのサスペンド通知のフィッシングメール、えー、amazon からを偽装したね、えー、フィッシングメールというのが、えー、届いた会員さんがいらっしゃいます。で、まんまと騙されちゃってね、えー、クリックしてはいけないリンクをクリックしましたけど、まあ、えー、幸い何かおかしいということで相談いただいてね、えー、すぐに まあ、パスワード。えー、それから、アマゾンではなく、同じパスワードを使ってる、えー、他のサイトも全部パスワードを交換するようにと、変更するようにと、いうことで、えー、対策してですね、まあ、なんとか事なきを得たと。まあ、非常に巧妙です。まあ、画像を見ればね、えー、この本当のアマゾンのメールと違って、えー、画像がないと、ね、あと、 文面もおかしいんですけど、アマゾンから来たメールという形で、ね、考えてしまうと騙されてしまうかもしれない。巧妙なのはね、えー、このリンクをクリックした後出てくる画面、これが詐欺サイトの画面なんですけど、アマゾンの、えー、API を使って、この実際の販売の個数とね、販売額を、えー、引っこ抜いて、 表示させてます。だからね、えー、ここが合ってるんで、まあ、本当の Amazon だろうという風にね、リンクしちゃうとこれ騙される可能性が高いです。で、銀行口座のね、えー、口座を確認のため入れろと。まあ、これね、えー、銀行口座を確認のため、えー、聞いてくるというのはね、えー、実際問題、えー、たまにあることなんで、まあ、これでもまたね、えー、騙されてしまうと。で、 さらにね、ね、えー、Google の二重人称の、ねえー、パスを入れるとなってきて、まあ、この辺で怪しいんですけどね、何しろ Amazon のロゴですし、Amazon の情報を引っこ抜いた API の、えー、使ったやつなんで、えー、騙されてしまうと。ただ、ねこの、この先は詐欺サイトですというね、えーまあ、Google のあるいは Firefox のシステムで え、これ Firefox だったかな ?Firefox のシステムで詐欺サイトだというのが分かりました。でね、えー、何を入れましたかという話を聞いたら、えー、電話番号、ベールアドレス、パスワード、えー、それから銀行口座情報を入れちゃってるんで、もうそれはもう大急ぎでパスワード変更で、えー、当然ね、ebay、ヤフォーク、えー、バイマー、メルカリ、えー、銀行口座、えー 同じメールアドレスとそのパスワードで、えー、総アタックを多分かけて引っこ抜かれちゃいますんでね、えー、早急に、えー、変更するという形でね、対応しました。まあ、あの、メール来たときはね、えー、リンクをクリックする前にご相談ください。で、基本的にリンクをクリックしない方がいいですね。こんだけ巧妙な、えー、フィッシングメールが来るようになってくると、もうメールのリンクをクリックしないに越したことないと。 じゃあどうすんのってことなんですけど、メールが来た時にね、えー、セラーセントラルからログインするとか、あるいは Amazon でなければね、えー、そのサイトに入ってみるという形にすれば、重要な通知であればメールと同じものが届いてるはずです。そのサイトに入れば。で、届いてないということは、それメールがインチキだと。ね、えー、詐欺、フィッシングメールだという可能性が非常に高いということが言えます。 そんな形でね、今回のこのメールはよくできてるなとね、えー、感心しました。だからね、えー、まあ相談の際はね、リンクをクリックする前に相談してください。早急にリンクをクリックしないとすごいまずいことになると書いてあるメールがたまに来ますけど、えー、そういうメールこそ、えー、ほとんどの場合フィッシングメールなんでね、えー、決してメールのリンクをクリックせずにご相談いただければと思います。 以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。